アバルネを制圧したユトランドでは、リンデ・ゴア卿が国王に対し、帝国のバルキュリア投入は徹底抗戦及び大反抗作戦の予兆であるとし、即時停戦を激しく訴えていたのでした。しかし滞在人スレイマンはあくまでアバルーネ戦で得た成果を強調し対抗します。よまいごと、多数の戦死者が出ているというのに。大げさな。損耗率としては決して大きなものではありません。そんな言い方を。陛下、私はこう捉えております。バルキリア投入は帝国が我々を脅威と認めた証拠。これは何よりの成果です。うん。そもそも帝国に停戦のための交渉を行う意思はない。それゆえのバルキリアです。幸い我が軍にはアンチバルキリア部隊がいる。彼らはバルキリアが恐るるに足らぬことを証明してくれた。ならばこちらが有利な条件を出せる環境を整えてから停戦交渉に臨むべきだ。国民の長きにわたる困窮と無念を思えば、おのずから明らかではありませんか。歌を聴いた。懐かしい響きだった。人間からあの歌を聴こうとは。ほう、そのような顔を見せるとはな。まるで人間のようだぞ。ふん、歌については大丈夫。グスタフから聞いた。お前の力を抑え込んだそうだな。よいか、お前と世は命を共にする者。お前の敵は世の敵だ。傷は癒えたか。は。またしても狼どもの牙にやられたな。面目ございませぬ。よい、人は失敗するもの。マクシム、貴様に今一度汚名返上の機会を与える。はっ、ありがたき幸せ。オフィーリア姫は知っているな。はい、幾度か戦場にて剣を交えました。先の受講業地帯での戦闘で得た情報によれば、あれも儒歌を歌うようだ。儒歌とは。我がバルキュリアに近いとされる力だ。まさかユトランドにそのような存在がいようとはな。あの姫が。もっともその力は被験するには及ばぬだろうが、邪魔になる可能性も否定できる。そこで貴様にはオフィーリア姫を暗殺してもらう。暗殺。そうだ、速やかかつ確実に脅威を取り除く先達の賢明なる知恵の一つよ。できませぬ。暗殺など王の戦い方ではございませぬ。陛下は常に欲しいものを手に入れるためには堂々と戦いを挑み勝ち取ってきたではありませぬか。それが陛下の覇道のあり方であるはず。ほう、貴様が王を語るか。いえ、私は。違うな。言ったであろう、すべては世の波動に必要か否か。その必要があれば悪鬼羅刹となると。貴様を四将へ抜擢したのもその覚悟を持つにふさわしいと思ったからだが、世の見込み違いか。マクシム、今一度命ずる。オフィーリア姫を暗殺せよ。
できません。世から学びたかったのではなかったか。その役目私が代わりに。ビクトールか。よろしいかな、マクシム殿。よかろう。ビクトール、貴様に任せる。お任せを。